はい、秋ゲームズです。バージョン 4.2 エリアにある時間制限挑戦全32箇所を紹介します。今お見せしているのは32箇所の時間制限挑戦の場所と行き方のマップとなっています。アチーブ画面の最終は30ですので、それより少ない場合はやり残しがあることになります。またピンク丸をつけた2箇所についてはクリアしてもアチーブの数にはカウントされませんので、やり残しにご注意ください。23番から32番はすでに別動画で紹介していますので、見たい方は概要欄のリンクからご覧ください。1番から22番まで回りますので、気になるところがある方は概要欄のチャプターからご覧ください。ここから1番のところに向かいます。イーストートン抜きの南にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら左後ろを向いて南東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいき、木を通り過ぎると時間制限挑戦がありますので近づいていきます。挑戦をスタートすると樽爆弾が出てきますので、弓キャラに切り替えて壊していきます。樽爆弾を16個起爆させればいいのですが、離れた場所にありますので近づいて壊していきます。制限時間以内に16個壊すと宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次はイーストートン抜きの南東に向かっていきます。ここから2番のところに向かいます。イーストートン抜きの南東にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて西方向に向かって飛んでいきます。下を見ながら飛んでいくと弾がありますので近づいていきます。弾の手前にある木の裏側に青い丸がありますので、近づいてスキルを吸収していきます。タコのスキルを吸収したら弾の近くにあるオレンジの円の中に入って壁の穴に向かって弾を飛ばしていきます。そうすると水晶浮遊花が出ますので、タコのスキルを当てていきます。ズームが入って床が出てきますので、まっすぐ3枚左に2枚進んでから宝箱を取りに行きます。透明な床の上を進んでいくと宝箱がありますので取っていきます。回収したら次は先ほどのワープポイントに戻っていきます。ここから3番のところに向かいます。イーストートン抜きの南東にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右後ろを向いてワープポイントの右を通り東方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいくと下の方に時間制限挑戦があるのが見えますので近づいていきます。挑戦をスタートすると水の元素粒子が出てきますので、帽子クラゲを使いながら取っていきます。60秒以内に23個を集めるとなっています。2個目の帽子クラゲに入った後は空中に水の輪っかがありますので、入るを選んで先に進んでください。粒子を23個取ると宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次はカリュブリストリディア島の南に向かっていきます。4番と5番に向かいます。カリュブリストリディア島の南にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左後ろを向いて南方向に向かって飛び降りていきます。下の方まで来るとヒルチャールの近くに青い丸がありますので、近づいてスキルを吸収します。スキルを吸収したら右にある水晶浮遊花にタコのスキルを当てていきます。ズームが入って床と宝箱が出てきます。動けるようになったらまっすぐ2枚分進んでから左側にある帽子クラゲに入っていきます。帽子クラゲで上に上がったらもう一つ帽子クラゲがありますので、それに入っていきます。もう一度上に上がったら宝箱を取りに行きます。宝箱を回収したら次は南西方向に向かって飛び降りると、海岸沿いに時間制限挑戦がありますので近づいていきます。挑戦をスタートすると水の元素粒子と水の輪っかが出ますので、水の輪っかのところで入るを選んで先に進んでいきます。21個の水の元素粒子を集めるとなっています。動けるようになったらスピード水輪に入りながら水の元素粒子を取っていきます。ス
スピード水輪に入ると勢いよく前に進みますので、粒子の取り忘れにご注意ください。しばらく進んでいくと帽子クラゲがありますので、それに入って進んでいきます。粒子を21個取ると宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次は先ほどのワープポイントに戻っていきます。ここから6番のところに向かいます。カリブディストリデアートの南にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いてワープポイントの右を通り、北東方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいくと下の方に時間制限調整があるのが見えてきますので、そちらに向かって進んでいきます。挑戦をスタートすると水の元素粒子が出てきますので、帽子クラゲを使いながら取っていきます。24個の粒子を集めるとなっています。上まで来たら空中にある水の輪っかに入って進んでいきます。動けるようになったらまた帽子クラゲと水の輪っかがありますので、それを使って先に進んでいきます。制限時間以内に24個の粒子を取ると宝箱が出ますので取りに行きます。回収したら次は大きな塔近くの海上ワープに向かっていきます。ここから7番のところに向かいます。大きな塔近くの海上ワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って南東方向に向かって飛び降りていきます。海の中に入ったら下に降りると時間制限挑戦がありますのでやっていきます。挑戦をスタートすると海流の渦が出てきますので、それを使って進んでいきます。60秒以内に宝箱を開けるとなっています。途中にあるスピード水輪に入ると少し早く進むことができます。動けるようになったら宝箱を取りに行きます。回収したら次は先ほどのワープポイントに戻っていきます。ここから8番のところに向かいます。大きな塔近くの海上ワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて南西方向に向かって飛び降りていきます。海の中に入ったら真下に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくと塔の手前、塔がない場合は海底の円形部分の手前に時間制限挑戦がありますので近づいていきます。挑戦をスタートすると海流の渦とスピード水輪が出ますので、それに入って進んでいきます。15個のスピード水輪を通り抜けるとなっていますので、スピード水輪に全て入って進んでいきます。15個のスピード水輪に入ると宝箱が出ますので取りに行きます。回収したら次は先ほどのワープポイントに戻っていきます。ここから9番のところに向かいます。大きな塔近く海上ワープポイントにワープをしていきます。
到着したらまっすぐ飛び込んで海の中を下に向かって進んでいきます。壊れた橋がありますが、その上を通って進んでいくと時間制限挑戦が見えてきますので近づいていきます。挑戦をスタートするとマーカーが上の方に出ますので、上に向かって進んでいきます。宝箱を開ければいいですが、時間がギリギリなのでヌビレットや風共鳴、リシアやロサリア、主流原型を使って移動速度を上げると楽になると思います。宝箱を回収したら、次はモルテ地区の七天神城に向かっていきます。ここから10番のところに向かいます。モルテ地区の七天神城にワープをしていきます。到着したら左を向いて南東方向に向かって飛んでいくと、海の近くに時間制限挑戦がありますので近づいていきます。挑戦をスタートすると水の元素粒子が出ますので、帽子クラゲを使って取っていきます。加速の輪に入って進みますが、壊れた壁のところに粒子が一つありますので、通り過ぎないようにご注意ください。山の上に水の輪っかがありますので、入るを選んで進んでいきます。動けるようになったら加速の輪に入りながら粒子を取っていきます。粒子を21個取ると宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次はカリブリストリデアートの北に向かっていきます。ここから11番のところに向かいます。カリブリストリデアートの北にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて北東方向に向かって進んでいき、そのまま海の中に入っていきます。潜れる深さになったら水の中に入ると、北東方向の遠くに時間制限挑戦が見えますので近づいていきます。この場所はアチーブの数にカウントされませんのでご注意ください。 A の亜種のスキルを吸収してから挑戦をやっていきます。3回で全てのぽよぽよフルーツを壊す必要がありますので、しっかり狙って A のスキルを当てていきます。制限時間はありませんので、ゆっくりと位置を微調整してまとめて壊せる位置まで置いてから攻撃していきます。1回でも失敗したらダメなので、かなり難しいのですが頑張って挑戦してください。3回以内に全てのぽよぽよフルーツを壊すと宝箱が出ますので取りに行きます。回収したら次は霧の幽霊道に向かっていきます。12番と13番に向かいます。霧の幽霊道のワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて東方向に向かって進んでいきます。しばらく川沿いを進んでいき、壁に突き当たったら右側の登りやすそうなところから上に登っていきます。上の段に到着すると時間制限挑戦がありますので近づいていきます。挑戦をスタートすると樽爆弾と弾が出てきます。動けるようになったら近くにある青い丸のところでタコのスキルを吸収してから、弾を少し上向きにピンクの輪っかに向かって飛ばしていきます。樽爆弾に当たるとダメなのでご注意ください。弾が輪っかに入ると別の場所にピンクの輪っかが出ますので、そちらに向かって少し上に弾を飛ばしていきます。弾が輪っかに入ると別の場所に輪っかが出ますので、そちらに向かって弾を飛ばしていきます。今度は輪っかが動いていますのでご注意ください。多少でしたら弾を飛ばす方向を変えることもできます。うまくいくと宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次は南東方向に向かって進んでいきます。そうすると海の上に時間制限挑戦がありますが、桟橋の上にボートポイントがありますので、ボートを召喚してボートに乗っていきます。挑戦をスタートすると水の元素粒子が出てきますので取っていきます。しばらく進んでいくと途中で加速できる水の輪っかが出てくるのですが、それに入ると粒子を通り過ぎてしまいますので、できるだけ輪っかは避けて粒子だけを取るようにしてください。ジグザグに進む形なのでゆっくり進むことにはなるのですが、20秒ぐらいは時間は余っていますので十分間に合うと思います。ルミドゥースハーバーの近くまで来ると帽子クラゲがありますので、
近くまで来たらボートから降りて帽子クラゲの中に入っていきます。制限時間以内に14個の粒子を取ると宝箱が出ますので取りに行きます。回収したら次はルミデュースハーバーの北に向かっていきます。ここから14番のところに向かいます。ルミデュースハーバーの北にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて南方向にあるヒルチャールの拠点に向かって進んでいきます。拠点まで来たら左を向いて南東方向に向かって進んでいくと右側に時間制限挑戦がありますので近づいていきます。挑戦をスタートすると水の元素粒子が出てきますので帽子クラゲを使って取りに行きます。上に上がりながら後ろを振り返って一番高いところにある粒子から取っていきます。あとはゆっくりと降りながら左回りに粒子を取っていきます。制限時間以内に12個粒子を取ると宝箱が出ますので取りに行きます。回収したら次は先ほどのワープポイントに戻っていきます。15番と16番に向かいます。ルミデュースハーバーの北にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返ると時間制限挑戦がありますのでやっていきます。挑戦をスタートすると玉が出てきますので近くにある青い丸のところでタコのスキルを吸収してから玉をピンクの輪っかに向かって飛ばしていきます。シャル爆弾に当たらないような位置に少し上向きに飛ばしてください。玉が輪っかに入ると別の場所に輪っかが出てきますのでもう一度輪っかに向かって飛ばしていきます。玉が全ての輪っかに入ると宝箱が出てきますので取っていきます。回収したら次は北東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいきヒルチャールの拠点の右を通って進んでいくと時間制限挑戦がありますので近づいていきます。挑戦をスタートすると水の元素粒子が出てきますので帽子クラゲを使って取りに行きます。この場所は帽子クラゲに入って水の元素粒子を取るというのを何回か繰り返していきます。帽子クラゲは動いていますので、よく見てしっかり入ってください。制限時間以内に6個の粒子を取ると宝箱が出ますので取りに行きます。回収したら次はウラニア湖の南に向かっていきます。ここから17番のところに向かいます。ウラニア湖の南にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右後ろを向いて南東方向に向かって進んでいきます。大きな柳の右側を目指して飛んでいくと湖の上に時間制限挑戦があるのが見えますので近づいていきます。挑戦をスタートすると足場と帽子クラゲが出てきますのでそれらを使って上に向かって進んでいきます。180秒以内に宝箱を開けるとなっています。時間はかなり余裕がありますのでしっかりと帽子クラゲや足場の位置を確認しながら下に落ちないように進んでください。宝箱を回収したら次は先ほどのワープポイントに戻っていきます。ここから18番のところに向かいます。ウラニア湖の南にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら右を向いて東方向に向かって道に沿って進んでいきます。
しばらく進んでいくと道の左側に時間制限商船がありますので近づいていきます。商船をスタートすると風スライムが出てきますので弓キャラに切り替えて壊していきます。イエランやカンウラの範囲攻撃ができるキャラがおすすめです。風スライムは3箇所に大きく分かれて出てきますので全て壊していきます。2箇所目はほぼ真下から狙うと当てやすいと思います。かなりたくさんいますので普通の弓キャラだと1体ずつ倒すことになりすごく時間がかかると思います。全て倒すと宝箱が出ますので取りに行きます。宝箱を回収したら次は先ほどのワープポイントに戻っていきます。ここから19番のところに向かいます。ウラニア湖の南にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を抜いて北西方向に向かって進んでいくと湖の左側に時間制限挑戦がありますので近づいていきます。挑戦をスタートすると水の元素粒子が出てきますので水の輪っかに入って取っていきます。動けるようになったら床の上を進んでいきます。下に落ちないように歩いていった方がいいと思います。斜めに床がつながっているところは歩いて進むことができます。23個の粒子を取ると宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次はウラニア湖の西に向かっていきます。ここから20段のところに向かいます。ウラニア湖の西にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら後ろを振り返って南西方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくとヒルチャールの拠点がありますのでその左側を通って進んでいきます。下の段に降りると青い丸がありますので近づいてスキルを吸収していきます。次はすぐ近くにある水晶浮遊花にタコのスキルを当てていきます。ズームが入って床が出てきますのでまっすぐ3マス、左に2マス、右に2マス進んでから輪っかに入っていきます。輪っかに入ると宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次はルキナの泉の東に向かっていきます。21番と22番のところに向かいます。ルキナの泉の東にあるワープポイントにワープしていきます。到着すると水晶浮遊花がありますが右にある木の裏側に青い丸がありますのでタコのスキルを吸収していきます。次は水晶浮遊花に向かってタコのスキルを当てていきます。ズームが入って床と宝箱が出ますので前に3枚進んでから左に1枚進んで宝箱を取りに行きます。宝箱を回収したら右を見ると時間制限調整が見えますのでそちらに向かって北西方向に進んでいきます。挑戦をスタートすると水の元素粒子が出てきますので帽子クラゲを使って取っていきます。制限時間以内に9個の粒子を取ると宝箱が出ますので取りに行きます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、ホエラボも見ていただけると嬉しいです。